グイトレー二作、ネッソスに略奪される、デイアネーラルーブル美術館所蔵。ネッソスは、ギリシア神話に登場するケンタウロスである。ネッソスとも表記される。ヘイラクレースの妻、デイアネーラにちょっかいを出そうとしたところを、ヘイラクレースに弓でいられて殺された。ネッソスは死ぬ間際に、デイアネーラを呼び、自分の血は、美薬の効果がある。ヘイラクレースが心変わりした時には、 自分の血を使え、と言った。後に、ヘイラクレースが戦利品として、絶世の美女、余レイを得たとき、心変わりを恐れたデイアネイラは、ネッソスの血を下着に塗った。だがネッソスの血には、ヘイラクレースの矢についていたヒュドラーの猛毒が含まれ、これを着たヘイラクレースは毒によって、体が腐り、品種の重傷を負った。彼は、命が助からないことを知ると、 自分で火葬の準備をしてその上に横になり、火をつけるように命じたが、みなしりゴみして実行したがらない。が、ついにポイアースが進み出て火をつけた。ヘイラクレースは感謝し、彼に自身の弓を与えた。この弓が、ポイアースの子、ピロクテーテースが、トロイア戦争に持参した弓である。なお、一説によると火をつけたのは、ピロクテーテース自身だったとも言う。 レイアネーラはこれを知って自殺した。ネッソスは、ダンテの新曲地獄編第12曲に地獄の獄卒として登場する。彼は、敬老に命じられてダンテとウェルギリウスの道案内を、した。ありがとうございます。